ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。海底は地球最後のフロンティアと表されるほど、まだまだ未解明の謎が眠っているところなんだ。まだ見ぬ新種の生物も続々と見つかっているし、エネルギー問題を解決に導く資源も眠っている。文字通り未知の世界なんだぜ。確かに、深海の調査で新しい生物を発見とか、基地の生物の新たな生態が判明したとか、未知の遺跡らしきものが発見されたとか、ワクワクするような報告ばっかりだわ。今日はそんな中でも深海底に眠る数々の謎、現代を生きる私たちでは到底解明できない、とんでもないミステリーに関する、話をしていこうと思うんだ。それはすごく面白そうだわ。海って言うと多くの人にとっては、遊びに行ったり生活に根付いていたり、比較的身近なものであることも多いと思うんだけど、少し潜ると全く知らない世界になってしまうのね。というわけで今回は未だに解明できない、深海に眠る謎ということで解説していこうと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。霊夢は深海に住む巨大生物といえば、どんな生物を思い浮かべるかな？そうね、ダイオウイカは有名なところよね。それから、リュウグウノツカイも、想像よりも大きくてびっくりした記憶があるわ。それ以外にも様々な大きな生物が暮らしているが、実は二足歩行の巨大生物の存在を示すような、痕跡が深海底で発見されているんだ。二足歩行？それって人みたいな生き物ってこと？というか二足歩行を示すような痕跡って、一体海の底で何が発見されたの？その情報が報告されたのは2018年のこと、英国王立協会オープンサイエンスによる発信だった。記事によればその痕跡が見つかったのは、クラリオン・クリッパートン海域の、深さ4000メートルほどの海の底だ。そのなんとか海域ってどこにあるの？クラリオン・クリッパートン海域は、東太平洋のハワイからバハカリフォルニア半島に渡り、東西に長く伸びるエリアのことなんだぜ。海底にある断層外のクラリオン断裂帯と、クリッパートン断裂帯に挟まれた広大な海域だ。なるほど、名前はそこから来ているのね。多くの有用な元素が手をつけられずに、残ったままになっていることからも、世界的に注目を浴びている場所でもある。そんな場所で二足歩行の痕跡が発見されたってこと？ああ、ダイビングロボットが記録した映像には、3500個もの足跡にしか見えない痕跡が、はっきりと記録されていたんだぜ。4000メートルの深海に足跡？誰かそんなところを歩いて移動したってこと？いくら人間とはいえさすがに泳いだ方が早い。というかそもそもの話そのレベルの深海を、人間が生身で移動できるものなのかしら？この話だけ聞いても全く理解できないよな。頭の中がハテナだらけだわ。真っ暗な深海を人間が歩いているイメージだけが、ぐるぐるしてしまっているわね。そもそもその認識から間違っているんだぜ。え？どういうこと？深海に足跡をつけて移動した生物は、少なくとも人類ではないんだ。それぞれの足跡の大きさは約 2.5 メートル、しかも深さは13センチもあるという、非常に大きなものであることが分かっているからな。片足25メートルもあるってこと？足の大きさが25メートルもある生物って何者？そんな巨大二足歩行生物がいるわけないんだから、足跡っぽく見えているというだけで、実はまた別の痕跡なんじゃないの？もちろん、その線も疑われたんだが、研究チームはこの痕跡がランダムに、付けられたものではなくて、足跡に似た特徴があると話している。それじゃあ本当に、深海に二足歩行の巨大生物がいるってこと？まず第一に、海の中に二足歩行で移動する生物が、存在しているというところから疑わしいんだけど。だって、どう考えてもヒレを使って泳いだ方が、水の中を移動するには確実に便利だし有利じゃない。海底をゆっくり歩いて移動している生物なんて、簡単に捕食されてあっという間にいなくなってしまうわ。確かに、その指摘もわかるんだぜ。ただ、すでに発見されている生物の中にも、海底を歩いて移動する種類は存在するんだ。そうなの？例えば、ホウボウやアンコウの仲間、エポーレットシャークなどなど、一部の海の生き物は海底を、歩いて移動することが知られている。どうして泳げるのにわざわざ歩いて移動するの？実は泳ぐという移動方法は、とどまる行為には適してないんだぜ。餌を取ったり、じっとして天敵をやり過ごす時には、歩くことができた方がいい場合もあるんだ。ちょうちんアンコウとかは海底でじっとして、餌をおびき寄せて捕食するっていうスタイルだし、そういう魚たちにとっては機動力を確保できる、泳ぐという移動方法よりも、歩きという移動方法の方が合っていることがあるのね。ちょうちんアンコウは深海中層を漂うスタイルだから、彼らは歩いたりはしないんだけど、同じく疑似餌を使って獲物をおびき寄せる、カエルアンコウの仲間なんかはそういうことだな。まあ、そういう種類の魚もいるとして、その魚たちが巨大化するなんてことがあるの？泣きにしもあらずというところだぜ。
深海での生物の巨大化については、可能性は十分に考えられるものなんだ。現に、深海に住む巨大な生物は、かなりたくさん見つかっているものね。真っ暗な深海で生きていくということは、毎日毎日十分な餌にありつくのは難しい世界で、生きていくということになるんだぜ。つまり、深海生物にとっては代謝が、少ない方が都合が良くなるわけだな。要するに、一回餌にありつけたらその餌で、できるだけ長く生存できるようにしたいってことね。ああ、人間は1日3食食べている人が多いと思うし、2、3日絶食なんて考えたら相当しんどいと思うが、それでは深海で生きていくのは厳しいんだぜ。実は巨大な生物になればなるほど代謝が少なく、栄養も少なくて済むという、クライバーの法則というものがあるんだ。餌が少ない深海でどうして巨大な生物が、かなりたくさん生息しているのかしら、なんて不思議に思ってたんだけど全く逆だったのね。燃費を良くするためには巨大な体の方が、都合がいいということなんだぜ。それから、同じ生物種であっても、寒いところにいる生物の方が巨大化する。クェルクマンの法則というのも関係しているかもしれない。それはどういう法則なの？同じ高温動物であれば寒冷な場所にいる生物の方が、体が大きくなるという話なんだ。生物は体重が増えれば増えるほど表面積が、相対的に小さくなるわけだから、熱、エネルギーを効率的に節約できるようになる。これはあくまで高温動物の話ではあるんだが、似たようなことは海の生物にも言えるかもしれないな。寒くて厳しい環境である深海にいる生物は、巨大化しやすい条件は整っているのね。ああ、それにまだまだ深海の生物は、未発見の生物も多いわけだから、新種の超巨大生物がいたとしても、全くおかしなことではないんだぜ。あるいは、もしかすると足跡の正体は、生物ではないかもしれないんだ。足跡が生物のものではないってどういうこと？霊夢はアトランティス文明の伝説は知っているかな？超高度な科学力、知識を持ちながら、ある時、一夜にして海に沈んでしまったっていう、幻の文明、幻の大陸と呼ばれているものよね。そのアトランティス大陸があったのではないか、とされている場所は世界各地に存在しているんだ。このことから実は大陸と思われていたものは、巨大な宇宙船だったのではないかという説が、まことしやかに囁かれているんだぜ。どこか一つが正解なんじゃなくて、本当は全部正解だったかもしれないのね。大陸が移動式であった可能性は想定外だわ。え？それじゃあ海に沈んだっていうのは？自然災害ではなくて意図的なものだったんだろう。海の底に沈んでしまったというのは、潜水して生活の場を海底に移動したんだ。今回発見された足跡というのも、これに関係したものだと考えられる。これに関係したもの？研究チームの報告から足跡と似た、特徴が見られるということだったと思うが、それはつまり人類のような脊椎動物の、二足歩行跡に似ているということだ。ええ、その通りだと思うわ。つまり、発見された足跡というのは、高度な技術を持つアトランティスが作った、二足歩行型の移動ロボットの足跡である、という可能性も否定できないと思うんだぜ。巨大な足もくんみたいなものがあるってこと？とんでもなく懐かしいワードを出してきたな。二足歩行型のロボットの足跡だったという説だから、おおよそその認識であってはいると思うぜ。本当に人型だったのか、本体に足がついてる設計か、具体的な形までは判明していないけど、深海の調査というのはまだまだ始まったばかりで、わからないことの方が大半の領域。今後、この足跡の謎を解く鍵が、続々と発見されることを願うばかりだ。巨大な生物の足跡なのか、アトランティスの英知なのか、はたまた私たちの想像を超える何かなのか、真相が気になるところだわ。続報を楽しみに待つしかないわね。さて、次に話していきたいのが、バミューダトライアングルについて。これはさすがに私でも名前くらいは知ってるわ。人とか船とか飛行機がたくさん消えている海域よね。その通りだぜ。地球上にミステリースポットなんて、言われる場所はまたあるわけだが、被害者の数も知名度でも屈指の場所がここだ。オカルトにそこまで興味がない人でも、聞いたことくらいはあるレベルで有名じゃないかしら。フロリダ半島、大西洋上のプエルトリコ、バミューダ諸島を結んだ三角形の海域で、100年以上も前からずっと100を超える船、飛行機と、1000人を超える人を飲み込んできた海だ。有名なのはフライト19事件だな。それはどんな事件だったかしら？1945年12月5日にアメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機が飛行訓練に出た。全部で14名が乗っていたんだが、雷撃機もろとも消息を絶ってしまったという事件だ。よくよく考えなくてもおかしな事件よね。解決されていないということは軍の力をもってしても、機体も人も発見できなかったってことだもの。それから、最近でもこういった事件は起こり続けている。最近でも？
2005年6月には3人を乗せた軽飛行機が消息を絶ち、残骸すら発見されていないし、2015年にはアメリカの貨物船が行方不明に、一月後には船は発見されたものの、乗組員は行方不明のままなんだ。それに2017年には4人が乗った小型機が、レーダーから消えたものの、その原因は不明とされている。昔だから技術的にもそういうこともあるかもって、考えていたところもあるんだけど、2000年代に入って以降もそれだけ消えてるって、やっぱりこの海域には何かあるわよね。どうしてバミューダトライアングルの海域では、これだけの事件や行方不明事件が多発するの？それについては長らく、様々な仮説が考えられてきたんだぜ。気象が関係しているのではないかという話や、磁気異常やブラックホールが関係しているという説、海底にあるメタンハイドレートが、原因なのではないかという説など本当に色々だ。そういった仮説の中の一つとして挙げられているのが、地球外生命体の関与によるものであるという説。宇宙人が関係してるってこと？とはいえ、これも全くの与太話ではなくて、きちんと証拠のあるものなんだぜ。その説を裏付けるようなものが見つかったのは2018年のこと。きっかけとなったのはゴードン・クーパーが宇宙から撮影した写真だ。ゴードン・クーパーさんって何者なの？1960年代に NASA の宇宙飛行士だった人物なんだ。彼が撮影したその写真により、カリブ海に金塊を積んだ難破船が眠っている場所があると判明したんだぜ。そして、クーパー氏が残したメモをもとに、探検隊のダリル・ミクロスという人物が、その難破船の捜索に乗り出したんだ。その話とバミューダトライアングルと、宇宙人がどう関係してくるの？黄金を乗せた難破船が沈んでいるのが、バミューダトライアングルだったんだ。九段の船を調べたミクロス氏だが、そこで彼は驚くべきものを発見することになる。難破船と考えられていたその船は、とても地球上のものとは思えない形をしていたそうだ。全く正体不明の乗り物が沈んでいたんだぜ。どんな乗り物だったの？その船の大きさは実に90メートルもあり、機関銃のような武器まであったという話だ。この船の謎を解いていくにあたって、まずは写真を残したゴードン・クーパー。彼についてより詳しく話しておかなければならない。ここに来てクーパーさんも関わってくるの？単純に宇宙から地球を撮影しただけの、一回の宇宙飛行士というわけではないってこと？写真を撮ったというとたまたま映り込んだ、みたいな話かと思うんだけど違うのかしら。クーパー氏は1945年にアメリカ海兵隊に入隊し、4年後には空軍将校に転向。さらに8年後に空軍技術研究所に入所し、テストパイロットになるという経歴の持ち主だ。そして、アメリカ史上初の有人宇宙飛行計画、マーキュリープロジェクトにも参加しているんだぜ。そうだったのね。その上、アメリカ初の宇宙飛行士、オリジナル7に選ばれているなど、栄えある功績を数多く残している人物でもあるな。そんな彼らが、UFO 目撃に関して、証言したことでも有名になっているんだ。飛行機のパイロットとかもそうだけど、そういうのって目撃したとしても、公の場で言っちゃいけないんじゃないの？クーパーさんが大丈夫なのか心配になるけど、どういう証言をしたのかは気になるわね。彼は空軍時代、宇宙飛行士時代も含めて、何度も UFO と遭遇していると語っているし、退官後にはロサンゼルスの新聞に、NASA と政府が宇宙人や UFO に関して、膨大な情報を隠し持っているということも、明らかにしているんだぜ。そんな人物が残した写真とメモって、一体クーパーさんは何を伝えようとしたのかしら。意味深な難破船に、しかもそれがある場所が、バミューダトライアングルなんでしょう？どこまでがフェイクで、どこまでが彼の伝えたいことだったのか気になるよな。真実を秘匿されているということを、暴露した人物が残した重要な情報だし、もしかするとこれに関連して、今後も興味深い発見が期待できるかもしれないぜ。バミューダトライアングルに何があるのか、地球外生命体との関係を指摘されたことで、新しく分かってくることもあるかもしれないわよね。数々の未解決失踪事件が解決するなんて、関係者にとってはこの上ない願いでしょうけど、それも夢じゃないところまで来ているということかしら。次は2013年にポルトガル領アゾレス諸島沖で発見された、驚くべき遺構について解説していこう。驚くべきものって何かしら？10位のディオクレシアーノシルバという人物が、私物のヨットで海を航行していた時のこと。レーダーを見ていると海底に異様な形の、物体の反応があることに気がついたんだ。異様な形って？四角錐、つまりピラミッドの形だぜ。明らかに自然にできたものではないと思ったそうだ。え？海底にピラミッドがあったの？そういうことだな。しかも高さはなんと、60メートルもあったというから驚きだ。60メートルのピラミッドってかなり大きいし、そこまでの大きさの四角錐は確かに、自然発生するものではなさそうね。調査の結果、このピラミッドは、およそ2万年前のものであることが判明したんだ。
専門家の話からも、アトランティス大陸の痕跡なのではないかと注目を集めたんだぜ。めちゃくちゃ古い遺跡かもしれないのね。それはもっと詳しく調べないと。後々、この海底ピラミッドはポルトガルの海軍の手によって調査されることになるんだが、ここでさらに新たな謎が浮上するんだ。なんと調査されたにもかかわらず、細かな調査結果が公開されていない。調べたのに結果は一般に共有してもらえないの？それは明らかにおかしいんじゃないかしら。まあ、異常といえば異常ではあるんだが、公表されないこと自体はそれほど珍しいことでもない。よくある話ってこと？ああ、例えばピラミッドというのは、世界各地に存在しているわけなんだが、中国にも多くあることがわかっているんだ。だが、中国は国としてはその情報を公開していない。そうだったのね。そもそもの話、ポルトガルで発見された、海中ピラミッドの発見の経緯というのも奇妙な話なんだ。獣医さんが私物のヨットで航行中に、たまたま発見したような感じだったかしら。それのどこが奇妙なの？たまたま国の調査の目から、漏れていたっていうだけなんじゃない？そこからおかしいんだぜ。海底の地形なんていうのは国防の観点から見ても、しっかり把握していて叱るべきものなんだ。それに、日本近海でもメタンハイドレートが、眠っているかもしれないと注目されたように、資源の面で見ても海底調査というのは、各国が力を入れてきたところであるはずなんだぜ。そっか、それでもなお発見されてないというのは、とんでもなく低確率でしか起こらなそうよね。しかも60メートルもある大きなものが、ここまで発見されていない方がおかしい気がするわ。ああ、そんなものが2013年まで発見されず、天草へ一般人によって見つかるなんていうのは、どう考えてもありえないことだと思うんだ。でも、それじゃあわざわざ海軍が、後で調査したっていうのは、すでに発見していたんだとしたら、わざわざ2回目の調査をすることもないでしょう。そこはカモフラージュだろう。以前から存在自体は認識していたけど、公にはしていなかったピラミッドが、ついに発見されて注目されてしまったために、しぶしぶ調査しましたというアピールだけして、あとはうやむやにしてしまいたいと、考えているんじゃないかと思うんだぜ。なるほどね、それなら納得だわ。そういうところからもこのピラミッドには、ただの古代の遺物といった異常の意味が、あるということが読み取れるよな。ただの遺跡なんだったら、存在も情報も公開してもいいものね。何か秘密にしておかなければいけない、何らかの理由があるってことなのかしら。もしかして本当にアトランティス文明が残した、謎の遺物っていう可能性もあるんじゃない？さっきも言ったように世界各地で、ピラミッド型の建造物は発見されているし、バミューダトライアングルに代表されるように、他の海域にも海底ピラミッドはあるから、一概にそうとも言えないとは思うんだぜ。これだけでアトランティスの痕跡と、言ってしまうのは早計かしらね。地上のピラミッドに関してもエジプト、メキシコ、中国、日本と世界中にあり、同一のライン上に並ぶことも多いんだ。そういうところからある種、ネットワークやエネルギー、力の流れに、関係する構造物なのではないかという仮説も、立てられてきたものでもあるんだぜ。送電塔とか基地局的な使われ方をしてたってことかしら。それに、今は海底に沈んでしまっているものも、使われていた当時、数万年前には、地上にあったものなのかもしれない。確かに、その可能性は考えてなかったわ。そうなると、地上と海底のピラミッド、両方を合わせて調査、考察することで、新たに見えてくることもあるのかもしれないな。地上のものは王様のお墓だとか言われているけど、もしかすると他の使い道もあったのかもしれないわね。どうにかして、海底ピラミッドの真相も、知りたくなってきちゃったし、少しでも早く調査が進むことを祈るわ。最後はエルタニンアンテナについて、解説していこうと思うんだぜ。エルタニンアンテナ？1964年9月5日、ニュージーランドの地方紙が、南極の海底にある奇妙な物体について報じ、世界中に大きなショックを与えたんだぜ。その海底で見つかった奇妙なものっていうのが、エルタニンアンテナってこと？ああ、その通りだ。その新聞によれば、それが発見されたのは、報道から6日前のこと。南アメリカの南端、ケープホーンの、西側に位置する場所でのことだったそうだぜ。そのエルタニンアンテナは、どういう経緯で発見されたの？世界初の南極調査船として知られる、エルタニン号が撮影した調査中の写真に、その奇妙な物体は写っていたんだ。形はまるでテレビのアンテナのように見え、少なくとも自然界に存在するものではない、ということが一見してわかるほどに、不可思議な存在だったそうだな。エルタニン号が発見したアンテナみたいなものだから、エルタニンアンテナっていう名前がついてるのね。それにしても、海の中にアンテナとは、確かに不思議な話ではあるわよね。もしかしたら先にそこを通った船が、何かのパーツを落としてしまったのかもしれないわよ。最初はもちろんその可能性も考えられたんだぜ。付
近を航行している船から落下した、アンテナなどの機械部品であるというのが、一番無理がないし納得がいく話なわけだから。ということは、どうもそうではなさそうってことね。ああ、落下しただけのものにしては、安定感が良すぎたんだぜ。潮流が不安定な海底にあって、それはずっと垂直に立ち続けていたんだ。海上から海底に落ちて刺さっただけにしては、そこまで動きがないのはおかしいわよね。エルタニン号に搭乗していた生物学者は、植物ではないかと推測したんだが、アンテナがあるのは真っ暗な深海だ。光が全く届かないところでは、植物が育つのは難しいわよね。さすがに無理があるとして、この説は否定されてしまったぜ。それじゃあ結局これは何なの？本当にずっと昔から海底に立ち続けている、何らかのアンテナってことになるの？しばらくの間、エルタニンアンテナは、正体不明の謎の物体として、議論の対象であり続けることになる。そんな中で登場したのがエルタニンアンテナは、地球外生命体に関係するものなのではという説だ。宇宙人が設置したものかもしれないってことかしら。というか、どうして海底の謎のアンテナ、イコール宇宙人の関連物ということになるの？そもそもの話、南極や北極などは、UFO の目撃がかなり多い場所なんだ。南極には未知の建造物や人類のものとは思えない、謎の遺構も多いことから、極地というのは地球外生命体との、関係が深い場所として語られているんだぜ。そっか、アンテナが発見されたのも、そのあたりだと考えると宇宙人関係のものである説も、そこまで突飛なものではないと考えられるのね。それに、表向きは安全上の理由から、ということにされてはいるが、極地の上空は何かを隠すように、飛行禁止とされているのも事実だし、2021年には Google により運営されている、衛星からの画像を確認できるサービスで、南極に円盤らしき巨大な物体があると、大きな話題になったこともあったんだぜ。そう考えると本当に、極地には宇宙人関連の、何かがあったとしても不思議じゃないのかしら。ところが突如として2003年に、エルタニンアンテナの正体をめぐる論争は、終わりを迎えることになるんだ。ついに正体がわかったの？水中音響学者のトム・デマリー氏が、エルタニン号に同乗していたクルーに、その姿を紹介したところ、1971年に登録されている、肉食海綿の一種であるということがわかったんだ。エルタニンアンテナの正体は、地面にまっすぐそびえ立つ肉食海綿だったのね。ただ、この結末を迎えたのも、何かの力が働いているのかもしれない。それはどういうこと？だって、エルタニン号に乗っていた人にも話を聞いて、この結論に至ったんだからこれが真実でしょう？この結論に至ったのもエルタニンアンテナと、肉食性海綿の一種が似ているという証言から、その特定がなされたわけなんだが、その特定方法も本当に雑だったんだぜ。とてもじゃないがこの議論の結末として、容認できるようなものではないんだ。関係者が似ていると言っているからそうです、なんてあまりにも乱暴すぎるんだぜ。あ、これって全く同じ写真に写っているものと、同種の海綿が確認されているからとか、しっかり同定作業がされたとかそういう話じゃないのね。実はこういうかなりガサツというか強引な、議論の収集の付け方というのは、大パーツだったり、超古代文明に関する、痕跡を否定するときに使われることが多いものなんだ。ということはエルタニンアンテナもその類ってこと？こんなよくわからない幕引きにされるということは、そうした方が都合がいいと判断した、何者かがいたということなんだろうな。でも、本当に別に真実が存在するなら、きっといつか公になるはずだわ。公開したくないものだったとしても、いつまでも隠し通せることはないはずだもの。最近は衛星画像を世界中で見られるサービスもあるし、いろんな調査データも全世界に公開されるから、霊夢の言うようにいつか意外なところから真実が、暴露される日も来るかもしれないんだぜ。それがどんなに深い海底に眠る謎であってもだ。さて、いかがだったかな？本当に深海っていろんなものが沈んでるのね。今私たちが信じている地球とか人類の歴史を、ひっくり返してしまうような、すごい謎も眠っているんじゃないかと思ってしまうわ。実は日本近海にも海底遺跡が発見されてたりするし、そういう海の中にある遺跡や遺物から、新たな真実が発見されるというのは、全くない話でもないと思うんだぜ。海底で発見される新しいものって新種の生物とか、地震や火山などの地質学的な話だけかと思ってたけど、考古学とか人類史に関わるようなミステリーもたくさん見つかるのね。今後の海、深海で行われる調査も、期待して続報を待ちたいところだわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。